前科3犯893番懲役太郎です。本日はですね、満期出所と仮釈放の違いというお話をさせていただきたいと思います。懲役太郎は仮釈放になったことがないんで、仮釈放のことはわからないんですけど、要は仮釈放っていうのは早く出られるということですね。普通はみんな早く出たいですよね。もう一番、場合によっては懲罰になっても出られる、初犯の人だったら出られるみたいなことはあるんですね。ところが、そことのは考え方が全く違うくて、満期出所で出るという考え方の人たちが一部いるわけです。これはいわゆる893の人、ヤクザの人たちでは多く見受けられるということなんですが、それはもう最初からですね、そのつもりなんです。ここが要は私はあんまり思うことはないけど、刑務所の中ではヒエラルキーってあって、階層があるんで、そこの一番上にあるのは現役のヤクザもんっていうことは隠せれない事実だと思います。っていうのはヤクザだから怖いだとか暴力団だから反社だからじゃなくて、もう満期上等で言ってるわけで、満期上等で開き直ってるわけじゃないですよ。要するに受けた罪だからその通りに務めるという考え方ですよ。どういうわけであろうが、判決を受けた懲役が5年なら5年言われた通りに染めますよという考え方のもとなんですね。というふうにすると、やはり早く出たいっていう人たちにしては、その人とトラブルになって自分が懲罰になるぐらいならっていう遠慮が出てくると、そういう考え方なんですね。で、そのヤクザの人たちの中で、やはりもう出所が決まってるんで満期それより早く出てきちゃうっていうのはちょっとっていうところがあったんですね。やっぱり満期で出てきてっていうことなんです。どうであろうが満期日になれば出所になっちゃうんで、この仮釈放と満期、要するにこれ片桐の人であれば満期で出るっていう気にはならないですね。早く出してもらえるなら、そこがあるっていうことです。この懲役太郎もですね、これ3回目なんで3回目のことあれなんですけど、1回目2回目っていうのはやはり満期で出ています。だけども言っときますけど、無事故無違反で、無違反です。私の場合3年無事故、3年間無事故って言ったらなかなか大変ですよ。そうするとですね、2年無事故ぐらいで半年ぐらいにこの無事故ですよっていうバッジがついたり、腕章みたいのが負けるんですよ、刑務所によると。そうすると刑務官も見る目が違うんですね。やはりそこから見てても、その進級、そういう状態だと現役だと1級にはなれないんで、絶対に1級にはなれないですよ。2級まで、今の累進とは違うんで2級までしかなれない。2級で3年間無事故っていう風になると、なかなか刑務官も注意しにくいです。そりゃそうですよね。で、私よりこの長い先輩がいて、どう考えてもこの人はそういう無事故なわけなんで、その人に聞いたんですよ。あれ、何々さん、何年無事故、もう無事故ですよね、何年、5年だよって。いや、5年って言うとそのバッジとかないですよね。いや、そんなものみっともなくてつけれねえよ。当たり前だろ、そんなの無事故。私はそこに3年前無事故のやつが輝かしく光らしてる自分を恥じるような状態だったということをご報告して、満期と仮出所の違いのお話でした。今日は、御社について、御社ね。この御社の報道がなされた時に、懲役太郎さんは出れるんですかみたいなことと、だけど私から言わせたら、もう何をみんな聞いてるんだと、もうみんなちゃんと僕より勉強して、なぜそれが理解できない、ならないですよって言ってるんですよ。要するに皆さんが言ってる懲役に行ってる受刑者の人たちが出れたり釈放されたりっていうことを思ってるんですよね、きっと。それは本来で言ったら御社の中に特赦、大赦と言って有罪判決を無効にして釈放するっていう方法なんですよ。っていうのはですね、私常々言ってますが、人一人を拘束して留置場なり拘置所なり裁判にかけたり刑務所に収監するっていうのは全部書類上の手続きがいるっていうことなんですよ。なんか何でもいいから入れとけっていうことではないんですね。ということは、この釈放指揮書っていうのが出ない限りは出れないんですよ。じゃあ我々が仮
釈放になるにはどういう手順を踏むかって言ったら、仮釈放にするにしても身辺調査、引き受け状態、本人の健康状態、処遇、それから面接に加え帰る居住地の調査、そういうものも全部加味してから全てのことをオールクリアにして仮釈放という手続きをおよそ半年から1年かけてやるわけですよ。そんな風に野放しにできないんですよ。野放しにする方法は退社、特赦って言って、もうこの有罪判決を無効にするという方法しかないんですよ。これしかないです。っていうことは、そんなこと許されます？窃盗犯、暴力犯、強姦罪、殺人で起訴されて、要するに法令で決められたものが行政によって覆されるっていうことが納得ができます？そんなことあるはずがないですよ。できませんっていうことです。だから今回これがまた皆さんも本当にマスコミ報道に踊らされてるっていうか、恩赦決定っていうとなんかすごく国がいいことしてるみたいだけど、この恩赦っていうのは何かって言ったら、いわば公民権の回復、過去に罰金刑になってスピード違反だとか、そういう軽微な刑務所に行く前のそういったものの前科前歴をなかったことにするっていうことなんです。そんだけのことです。だから何も変わらないです。多分これを言ってもまだピンとこないんで、例えばこういうことですよ。旦那さんが浮気しました。愛人の家に行っています。こういう状態です。でここで奥さんが離婚すると罰位置がつきますよね。罰が。ところがこの恩赦によって罰をなくす。だけども罰はなくすけども、旦那さんをこの家に戻すことはしませんよってことです。体は動かしませんってことです。罰1、罰2は消すけども、旦那を連れ戻すことまでは国はしませんよってことです。要は何も変わらないってことです。実際その恩赦にかかる人間もどういうことかって言ったら、選挙違反、それから交通違反に限るわけです。刑務所にいる人間を出すっていうことはないです。